はい、こんにちは。ピピン AP 生き物チャンネルです。今日はですね、産卵セット組んでいこうかなと思います。2種類今日は組みますね。はい、まずですね、映ってます、これ、ファブリースノコギリクワガタ、インドネシアのペレンさんでございます。これのね、産卵セット組みますよ。今日使うマットはですね、月夜のきのこ園さんの完熟マット使います。これはね、大丈夫だと思うんだよな。きっと成功すると思うんだ。これはね、はい、これがオスです。で、メスが、これがメス、この斑紋が点々ってついてて、後ろは特に何もなしですね。じゃあ産卵セット作っていきます。はい、ではですね、産卵セットすぐ、産卵セットをね、組む容器はですね、まあおなじみパンを作る容器です。でもね、もうめんどくさいんでね、ちょっと差し替えましょう。はい、差し替えました。はい、完熟マットを、型詰めしてあります。上にふんわりと入れるかね、差し替えがね一番いいね。差し替えが一番いい。ファブリースノコギリクワガタのメスを入れました。餌をまあ2個ほど入れました。はい、終了です。あとはこのメスに願いをね込めて放置するだけになります。だいたいエアコン管理で22度から24度ぐらいですかね、でやってみようかなと思います。で、後で転倒防止として水苔をパラパラと入れて終了です。はい、でですね、次です。次がね、ちょっとね、私難関なんですよね、これ。ブルークツヤクワガタ心配なんでペアリングしていました。そしたらね、ほらメイトガードしてるでしょ。もうガードしてますよ。めっちゃピクピクしてるけど大丈夫か。うん、念には念を入れてのペアリングです。はい、でこいつのね、産卵セットを組んでいこうかなと思うんですが、昨年ですね、月夜のきのこ園さんの黒土でちょっとね失敗しちゃったんで、今回ですね完熟マットを使おうかなと思います。ちょっと今年はね、完熟マットめっちゃ使ってるんですけど、セットの仕方もね、いろいろね、なんかやり方があるみたいですけれども、まあ水分を少し多めにやって、びちゃびちゃではないんですけど多めにやって、びちゃびちゃだとね、やっぱねマットの、ね、劣化がね半端ないんで、どうしようかなと思ってるんですよね。少しね、ちょっとね団子状にし、小さい団子状にしてちょっと入れようかなと思ってます。なんか口で言うのもなんなんで、ちょっとやりながら説明しようかなと思います。これがね、完熟マットなんですけれども、本当はねこういうのをね、こういうのとか覗いた方がいいんだろうけど、ちょっと覗くのめんどくさいな、この手間が命取り。まあいいや、ちょっと今回はそのままやります。で、ちょっとですね、さっき、ファブリースノコギリクワガタに加水した分なんですが、ちょっと足りないんで、
今このぐらいですね。今このぐらいですね。このぐらいですね。もうちょっとしようかな。結局ね、団子をね、玉を作ってね、その中にね、産むんで、虫がね、やっぱり団子を作れるぐらいの水気、やっぱ必要ですよね。やっぱ団子を作れないと産まないのかもしれない。昨年ね、スペクタビリスツヤクワガタはですね、卵を産んだんですけれども、まあ幼虫ちょっとね、育たなかったんですけれども、やっぱりね、絶対にこう中に産んでるんですよね。こういうちょうどね、結構しっかりしてんだよな。でもこれちょっと微妙かな。どうやって丸めてんのかな、あいつら。黒土の方がいいのかな。まあでも今回とりあえずこれでやってみて、産まなかったら黒土にしています。でもまた産まなかったらちょっとこうブレンドしてみます。まあね、いろいろやることが面白いのであって、でですね、どうしようかな。これちょっとまだ足りないな、もう少しかな。もしかしたらびちゃびちゃになってるところで産んで、その玉が乾いてってなるのか、固まって中でうまく成長するのか。あ、こんな感じがいいっすね。このぐらいがいいっすね。ちょっとこのぐらいでいこう。このぐらい。あ、そうそう、言いたかったのがね、こうやってね、こうやってやるとほら、ちっちゃいこういうダマになるでしょ。ダマに、ちっちゃいダマに、私これが言いたかったんです。このちっちゃいダマを人間的感覚ですけど、こう集めていくと大きな玉が作れそうな気がしません？スムーズに。いいでしょう。ですね、固くは詰めないして、でもあれかな、深さがあった方がいいのかな。ちょっとやっぱ謎だよな。こんな感じで詰めていこうと思います。この自然な落下のあれで。よし、これでいいでしょう。どうすか、ちょっと光って見えないか。こんな感じですね。こんな感じ、こんな感じにしてみようと思います。で、餌入れて、はい。で、このメイトガード中のちょっと引き裂くのはね、心苦しいんですが、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、メス確保。はい、ちょっとメス餌食ってたから餌のところに置いてよ。ではですね、こんな感じでまた水苔入れてやっていこうかなと思います。いらねえか、水苔。そこまでいいかな、まあ、ひっくり返ったらちょっとまずいから一応ちょっと入れときますけれども、は
でも入れなくていいかな。よくねこの上の方にもねこうぐる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 っていう感じで作るんですよ、溝を。だからちょっと毎日見て点灯してないか確認しながらでやっていこうかなと、うん、思います。それでいこう。うん、オッケー。やべ、じゃあね、すいません、オスはねちゃんとあの仕事をしてくれたと思います。これお、いきなり潜り出した。いい兆候じゃない。潜り出してるのはいい兆候かもしれない。前ね失敗した時ね全然潜んなくて、あ、やる気があるかこいつは。よし、ちょっと期待しましょう。つやってますな。はい、ではねこれ増やしたいと思います。この顎の形もねいろいろ出るみたいです。大きい顎、細い方と、これペンチ状態ですけど、このねこのウニウニいいんすよこれね。細かくて綺麗なウニウニが出てくれると思います。はい、ではですね、経過をね見守りながら今後も動画投稿していこうかなと思いますんで、もし興味ある方はぜひチャンネル登録してみてください。これからもですねいっぱいね産卵セットね組めるんで、ちょっとネタが尽きないかなと思いますんで、よろしかったら、まあなんかツヤクワガタちょっと自分よくわからないんで、こうした方がいいですよとかあればぜひコメントの方で教えていただけるととてもありがたいです。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。